はい、はい、にんにくで牛肉をちょっとかけます。そしてすりごま、砂糖をしっかりと、そして醤油、肉がバラバラになるようにしつめます。油です、ごま油、最後にお酒です。はい、ネギです。ネギを細かく切っていきます。切っていきます。 OK、 はい、野菜切りました。はい、人参です。人参100g 切り終わりました。これで大根と人参も OK で切ってます。はい、切っていきます。はい、こういう風に切っていきます。はい、最後は椎茸です。椎茸も これで全部で5種類野菜を整いました。はい、今火をつけてます。いきます。すき焼きに大根とか入ってきますので、今日野菜が並ぶようにですね。はい、はい、ちょっと鍋が小さいんですが、人参で、今ちょっと少なめに切りました。はい、最後は椎茸で、はい、よくこうやって並べますので、今度はネギで、ちょっとネギは細ネギを使いようと思うんですが、そのネギを薄切りにしたので、お肉の身を一番乾杯になりました。はい、 OK。はい、コチュジャンを用意しました。さあ、これで5分ぐらい煮ました。煮ていきます。はい、この真ん中のところに、こちらですね、ちょっと醤油を編みました。これでしばらく煮ていきます。これで人参と大根に火が通れば出来上がりです。ゆっくり、はい、はい、火を消しました。はい、テーブルに持ってきます。はい、OK です。